皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はね、こちらですね、パズルマスターさんの金属製パズルのシリーズでラティスですね、こちらを紹介していきます。まあ、このチャンネルでね、パズルマスターさんの金属製パズルを何個か紹介して、一応ね、今回購入したものだと最後ですね。全部でこれを入れて7種類かな、購入したのは。この辺と、これもか。購入してないのもあるんですけどね、一応今回購入したものだとこれで最後になりますね、ラティス。で、難易度が10なので、パズルマスターさんが設定するところだと、マックス。最難度。いやー。でね、前回ね、紹介した、これ、ダーティーダズン。これが難易度9なんですよ。それより格子がちょっとね、パーツが少ないのに難易度10マックスというね。まあ、すでにちょっとね、バラバラの形状が見えてますけど、前回のダーティーダズンだと、パーツのこの溝とか全部共通だったんですけど、これちょっとね、パーツの形がやっぱり違いますね。その分難易度が上がってるのかな。まあ、とりあえずね、開けてみましょう、ラティス。さあ。よっ。今回もね、お、こうだ。おお、これがラティスですね。今回は、なんて言うんでしょうね。なんとかブルー。ちょっと緑がかったブルー。海の色っぽい感じですね。おお。で、パーツは8個かな。で、こういう風にね、編み込んであるとか格子状になっています。おお、難易度がね、10なので、難しいんでしょうね。まあもちろんこれをね、バラバラにしていくんですが、早速やってみましょうか。どういう風にバラバラになるのか。とりあえず、こうは外れないんだろうな。そりゃあね。で、前回のダーティーダズンの場合は、こう横からね、溝を合わせて外れたんですけど、多分それもできないのかな。うん。一応全方向やってみようか。そんなに動かないな、これ以上。多分それも無理っぽいですよね。ここから溝を合わせてこう引っ張って外すのはね。うん。ただ結構振り幅はこうね、動くな。どっか取れないかな。よっ。まあ最初にね、どうやって外れるかですよね。うん。まず外すのがやっぱりね、難しい。なんかカタカタ言うから、どれか外れそうな雰囲気はあるんですけどね。この辺とか外れないかな。こう。うん。端っこからは、外れない。どうにかして外れるんでしょうか。結構ね、このくらいは動くというかね、ただここまで引っ張れるけど外れないんだな。おお、これとか外れそうだけど、どうだろう。これとかをこの辺からは外れない？うん。あ、ちょっとずれた今。これ？いや、ずれてはないのか？この辺、あ、これが外れる。お？お、外れた。覚えておこう。この形がまず外れましたね。こうなってたんだ。ちゃんと多分今回は外すところを覚えとかないと、後で戻すのも難易度10なんでね、パーツの形状も違うので。これが一番最初に外れたので、戻すときはこれを最後にはめればいいんじゃないかなと。一個外れましたね。なんか斜めにした感じで。クリアランスを取って斜めにして外れる。だから他のパーツもそんな感じで外れないかな。あ、これも外れそう？いや、これは外れないか。1個は外れましたけど、
他のパーツは全然違うのかな。1個外れたけど他のがまたバラバラになるっていう感じじゃないですね。うん、でも今みたいに外れるのなら、似たような感じで動かしていってうまく外れる。ここは外れないか。どれだろう、次に外れるのは。あ、外れた。ここはだからさっきここにはまってたから端っこよ。ん？あれ？外れた？あ、外れた外れた。おお、こういう感じですね。ちょっと斜めにして外していく感じ。2番目？これは、あー、なるほど。これが1番目、2番目。で、あとはここまでいったらバラバラになりそうなんですけどね。これとかも外れるか。あ、外れないんだ。ここまでいっても簡単には外れないんですね、他のパーツも。おお、なかなか手ごわい。1個バラバラにしたからといって他のが外れるわけではないんですね。だからまだ、あ、お、もう全部外れた。え、どうなったんだ今。こうやって全然覚えられないけど、こう全部一気に外れたですね。おお、こうか。ほう、覚えられない。とりあえずこれでバラバラに多分なりますね。こうやってこうこうこうで、これがこう外れてこう外れて、おお、とりあえずラティスバラバラにできました。おお、結構複雑に外れましたね。元に戻す自信がない、ちゃんと並べたのに。とりあえずパーツをね、こんな感じのがあったり、これとか、まあ、大体違う形。これとこれは同じかな。同じようなパーツもありますが、これはこれと同じかな。同じだ。これは、あ、これはこれだ。ほう、あ、ちょっと違う、溝の切り方が。おお、なるほど。同じようなパーツがあったりなかったりなので、まあ、何種類だろうな。一応パーツ数だと 1,2,3,4,5,6,7,8 種類ですけど、形状で言うと5種類か6種類ぐらいなのかな。おお、なるほどね。さあ、戻していってみましょうか。全く覚えていないけど、とりあえずこれが最後のやつで、この3つが組み合わさってて、この3つが組み合わさってたのが外れたんですよね。うん、全然覚えてないな。とりあえずやってみよう。まずこれがどうつながっていたんだっけ。全然覚えてない。全然覚えていないけど、どうだ、こうかな。なんかこういう風に外れたから、まあ、とりあえずこれでやってみましょう。そしてこれが、いや、でも噛み合わせるの難しいし、どうだか覚えてないし、こういう感じかな。だとしたら、この辺かな？ん？違うな。こうじゃない。わからない。わからないので、
それは置いておいて、ちょっとね、初期状態のこの写真を見ながらやってみましょう。これは置いといて、とりあえずこの辺がね、こう、例えば3つか、ここね、ここが多分こことか、こことかになるはずなので、これをベースにこう、ここがねこうだね。そして、この横に絡むのが、例えばこれだとすると、ここだから、どうかな、難しい。これが、お、違う、これ難しいな。ここに溝が、この横のは、ここに溝が3個連続であるもの。あ、これか、こう入るのかな。今こことここをね、そうすると次はじゃあここか、逆のタイプ、こうなのかな。うん、そうですね、こうですね。入ったけど、これが入らないのかな、この後。入るのかな。あ、これか。これをじゃあ先に入れてみましょうね。端だな、こっち側だな。入るのかな。こうでしょ。こうか。ただ単にこういう向きでは入らないのかな。ということは、あー、なるほどね。やっぱりこういう風に一個ずつ入れていって、でもこれが入らないんですね。入らないんだ。おお。いやー、ラティスね、結構頑張りましたね。なんとか戻せましたよ。いやー、なかなか難しかった。とりあえず手がかりをこのやっぱりね、写真のこのピースがね、どういう風に重なってるのかをよくチェックして、どこにどのピースがはまるかを考えながらやるんですけど、考えながらやってももちろん簡単には入らないんでね。いやー、結構大変でした。で、今から解き方を、戻し方ね、戻し方をやっていくんですけど、気づいたらですね、最初に外した外し方と違う方法だったんですね、順番がね、多分。多分何通りか戻し方とか外し方があるんだと思います。なので、まあ、ご購入された場合はね、自分なりの方法でやってみてください。その中の多分一つの解き方、戻し方だと思いますけど、今からやるのが。いやー、で、戻してみましょう。まあ、でね、一応僕が見つけた戻し方だとこういう順番で戻していきます。これ動画撮っとかないと、多分もう一回やれって言われても絶対覚えてられないですね。パーツの形状とかあるんでね。いやー、難しい。まあ、とりあえずね、どういう風に戻していくのかをやってみましょう。この順番で、こっちからね、で、おう、これをこうかな、こうはめて、あ、向きがどっちでもいいんだけど、こっちだな。こうで、こうか、こうはめていって、こうやって、こうやって、で、
これが、ここかな？とりあえずこう。で、これが収まりはするはず。で、あと2個ですね。どこだっけ？ここか。ここにこのピースがはまる。いや、これ本当にね、もう一回同じことやれって言われても、多分動画を見ないとね、まずわからないと思いますね。で、これではまるかな？はまった。で、最後にこのピース。このね、この短いところがね、ここにね、はまるんですよ。この短いところが全然はまるところがなくて、大変。で、これを下からこう入れれば、よっ。ここにね、入るはず。よっと。あ、入った入った。こうね。で、おー、ラティス戻りましたね。いや、なかなか大変です。本当にもう一回今の手順をやれって言われても、バラバラにして覚えておく自信がない。なので、そういう意味で言うと毎回楽しめますね。ということで、今回パズルマスターさんの金属製パズルのシリーズ、ラティスですね、紹介しました。で、他にもね、紹介したものを一度に並べてみました。今回パズルマスターさんから購入した金属製のものはこれで全部なんで、まあ、今回が一応最後ですね。いやー、なかなか面白いシリーズでしたね。で、こっちからね、スライドウェイズ、トライアド、ファントム、フォートレス、で、これがクワッド L で、ダーティーダズンで、今回のラティス。いやー、なかなか統一感があっていいですね。しかも、やっぱり全部ね、金属でずっしりするので、非常に遊んでて楽しいです。やってる感がある、本当に。で、特に今回のね、このラティス、めちゃめちゃおすすめ、難しいし、何回やっても楽しめる。多分本当にね、さっき動画で紹介しましたけど、戻し方覚えてない。だからもう一回バラバラにするのも難しいし、もう一回解くのも難しいです。これはいいですね。で、今回もパズルマスターさんで購入できるので、下にリンク貼っておきます。で、他にもこれね、いろいろ紹介しましたが、もし気になったパズルがあったらチャレンジしてみてはいかがでしょうか。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。